のりしろアワー。このコーナーでは毎週気になるあんな人こんな人人に焦点を当てたのりしろアワー、人と人とのりしろのようにつないでいきましょうというコーナーですが、今日は素敵なゲストをお迎えしています。はい、来週ですね、5月の10日日曜日に、草津市野地6丁目にあります滋賀県民芸術創造館で伝えるということ、青春組み立て式キット上映ライブと原田勝さんの詩の朗読が行われますが、原田勝さんご本人および、その、上映される映画のですね、主演俳優の方、そして、全体の担当の方ということで3人お越しいただきました。おはようございます。ありがとうございます。一人ずつじゃあ自己紹介をお願いしたいんですが、では原田さんからお願いします。イベントで詩の朗読をさせてもらう原田です。はい、原田勝さんとひらがなで書くですよね。はい、はい、では次に足立さんからお願いします。はい、イベントで映画の上映をさせていただきます青春組み立て式キットの足立と申します。足立さん、はい、よろしくお願いします。そしてはい、今回のイベントプロデューサーをしております、はい、滋賀県民芸術創造館の白崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ここがいつもね、女の子3人、女の子をやって自分で言うな女子3人でお送りしているところにこう男子3人っていう感じなので、今日はこう力強くお届けできればなと思うんですけれども、じゃあ白崎さんの方から、はい、今回のイベント、ざっくりどんなイベントなんでしょうかと私も気になって仕方がないんですが、はいはいはい、教えていただけますでしょうか。青春組み立て式キットっていう、まあ、映画を作ってるユニットなんですけども、実製作の映画なんですけども、滋賀県を舞台にした、実製作映画の上映とですね、滋賀県で育った、まあ、2人ともそうなんですけど、青春組み立て式キットもそうなんですけども、はい、滋賀県で育った原田勝さんの、詩の朗読を合わせて、行うということです。ということは、当日出演される方はもうほとんど主に滋賀県出身の方なんですかね、まあ、ゆかりのある感じなんですかね。原田さんは滋賀県どちらですか。片田ですね、大津。あ、大津市片田、ちょうど、はい、あのここから琵琶湖を突き切ってパーンと西に行ったらこう届くみたいなところですよね、はい、足立さんは。僕は高島市です。あ、高島市、はい、長くなった高島市ですね。そうですね、高島市、はい、あ、じゃあ個性の方の方が。そうですね、私も高島。ああ、そうなんですね、はいはい、あ、そうですか、はい、私は立東です。よろしくお願いします。陽子ちゃんは安です。はい、じゃあ原田さんの方からこの詩に関して、自分で作られて朗読もされるということなんですよね、はいはい、いつ頃から詩は作っていらっしゃるんですかね。そうですね、僕が学生の時ですか、大体18ぐらいですかね、もともと僕はその美術の学校に行ってまして、はい、それで、まあ、その落書きの延長線でその絵をずっと描いてたんですけれども、その絵にその言葉を乗っけるっていうところから始まって、それで次第にその、まあ、言葉っていうものの世界にどん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 深くはまり込んでいって、まあ、そのもう絵を描くっていうことよりも、もう本当にその言葉自体で何かを伝えるっていうことを、やっぱりすごくこうやっぱ面白いっていうふうに感じるようになって、まあ今もどん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 のめり込んでいってるっていうことですね。これあの手書きで書かれているのが、あの今日ね、原田勝さんの本を出されているんですけれども、鳥の歌という詩が詩集なんですけれども、この表紙もね、これご自身で書かれた、これやっぱり言葉とこの字の感じと絵ももちろん当然ご自身のということで、こう全部がこう一体となったような感じなのかなと私今思ったりしました。じゃあ続いて足立さんに、足立さんは役者さん、はい、ここに少しためがあるのは何でしょうか。こう自分で言うなっていう、これ自分で言うもんだと思うので、あの役者さんですよね。そうです、あ、主演俳優の、主演俳優ですね。今ちょっと鼻がピクッと膨らんだ感じなんですけれども、サイクリングヤングというこの作品の、主演俳優さんですね、はい、これ自転車に乗ってらっしゃる写真がございますけれども、はい、これあんまり言い過ぎると当日のお楽しみがなくなるので、こう来たいなっていう、
ちょっとそれ見たいわっていうぐらいの、程よいところでどんな映像か教えていただけますか。こんな聞き方してすみません、はい、いえいえ、先ほど紹介していただいたように、僕たちやっぱ滋賀県出身の、仲間が多いんですけども、はい、今回のサイクリングヤング作品は、滋賀県の琵琶湖ですね、琵琶湖を自転車で一周しようと思い立った兄弟のお話でして、どっち回り？時計回り、逆回りですね。スタートは高島近辺ですか？草津からずっと北回りで、はい、湖西の方に。湖西の方に。はあ、実際やっぱり回られるんですか？今回の作品を作るにあたって、はい、実際に監督の井村君と僕は自転車で琵琶湖を一周しました。一緒に、はい、それはこうサイクリングタイプ、ママチャリタイプ？ちょっとサイクリングタイプです。なるほど、面白そう。この出演されてる方たちもみんなやっぱりその地元というかの方が多いんですかね、もともと滋賀県の方。そうですね、だけではないんですけれども、うんうん、滋賀県を中心として活動されている方が、ベタな質問で大変恐縮なんですけど、はい、撮影時のこれはっていうエピソードなんかがありましたらね、やっぱ聞きたいなと思うわけですよね。やっぱりですね、なかなか、スケジュール通りに撮影が進まないっていうことがよくあるんですけども、映画の撮影をしてますと、はい、で、当然ながら外の撮影なので天気に左右されることもありますし、なるほど、そうですね。あとは本当に琵琶湖を一周してるといろんないい景色があるんですけど、そういった景色も結構映像の中で楽しめたり、ね、はい、なるほどね。で、僕自身が滋賀県出身と言いながらも、あんまりその滋賀県のことをよく知らないなというのは、今回琵琶湖を回ってみて再認識みたいな感じですか、っていうのが一番。そうですね、じゃあ原田さんの方からは、はい、今回のその詩の、今日は本を持ってきて見せていただいてるんですけれども、はい、詩の朗読のこう見どころといいます、はい、聞きどころみたいな感じかな。やっぱりこう自分作られた方が、はい、朗読されるというのはなかなかあるようでないといえばないなと思うんですけれども、朗読は割とよくされる方ですか？そうですね、今回この詩集をその出版するにあたって、実はその、朗読をすることを、はい、一応意識して編集した部分もあって、これ以外に2008年ですね、その詩の朗読に友達に音楽をつけてもらった CD っていうのを作りまして、それを今日持ってきてないですけど、今手元にないんですけど、それを作った時に、その詩の朗読っていうことをちょっと意識的にやってみようかなと思いまして。なるほど、はい、結構ね、私写真だけ見てたんですけど、声がいいと思いまして、この声は聞いていたいなっていう感じの声だなと思いますので、ぜひ楽しみにしたいなと思います。では最後に白崎さんの方から今回のイベントの見どころといいますか、リスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。はいはい、詩画発伝えるということ、原田勝さんの、詩の朗読と、あと青春組み立て式キットの上映ライブ、上映にライブってついてるんですけども、その理由がこのイベントに来ていただいたら、分かっていただけるんじゃないかなと思いますので、2つの演目とも心にグッとくる作品ですので、ぜひぜひ来てください。はい、ありがとうございます。今日は伝えるということ、来週5月の10日日曜日ですね、15時開演になります。会場は滋賀県民芸術創造館です。出演される詩人の原田勝さん、そして青春組み立て式キットの役者さんですね、足立智和さん、イベントプロデューサーの白崎清さんの3名に来ていただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。